人体に迷い込んだ？不思議なスイッチを押したら小さくなっちゃって人体の中でサバイバル？体の中には危険がいっぱいでハラハラドキドキ大ピンチ。果たして彼らは無事に脱出できるのでしょうか？人体のサバイバルは初めて見るものの連続に驚きが止まらない。そして冒険を楽しめるのはもちろん、人体について詳しくなれる。食べ物の味がわかるのはどうして？胃は胃酸で溶けないの？小腸は身長の 5,6 倍の長さって本当？答えは本を読んで確かめてみてね。